はい、よろしくお願いします。今回は、スーさんの微分の不等式への応用、丸1をお送りします。で、今回ね、この2問やりますので、まず1回動画止めていただいて、ぜひチャレンジしてみてください。で、やってもらって分かんなかったり、不安なところがあれば、今からね、自分が両方解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな？よし、じゃあ早速ね、1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。久々っすね。スーさんね。早く積分やりたいんですけどね。微分もうちょっとで終わりなんでお付き合いください。で、今回は両方とも証明です。で、まず1番は x 大なり1。まあ、つまり1より大きい時に、この不等式成り立つことを証明しなさいという問題。まあ、両方同じタイプの問題なんですが、やり方は同じで、両方同じですごくシンプルです。まあ、結局これを示したいので、これをね、一発で狙いに行くのではなくって、先に、置いていきます。関数ね。fx。で、まあ、口が開いている方、大きい方から小さい方を引くっていう。まあ、それをね、置き方をした方が楽なので、2ルート x マイナス、右辺にあるログ x ですね。こう置きます。で、狙いとしては、最終的にこの fx が、大なり0ってことを言いたいんです。まあ、もちろんここで書いちゃダメだけどね。これを言えば、マイナスログ x 右辺に持っていくことによってこれが示せましたよっていう、まあ狙いがそうなるので、それを目的としてやっていきます。じゃあ置きました。で、まあどうやるかっていうと、当然ね、まあ微分の勉強をしているので微分をしていきます。まずね、一回微分しましょうということで f'x ですね。で、まあ2ルート x、ルート x の微分は、まあ、暗記しちゃうと一番楽ですね。ルート x を微分すると、2分の1が出てきます。まあ、2分の1と2がね、約分されて消えてしまうので、残るのが、ルート x 分の1ですね。もともと x の2分の1乗です。ルート x がね、x の2分の1乗なので、微分することによって、2分の1が出て、肩の数字が1個下がります。だから、マイナス2分の1乗になるから、マイナス2分の1乗っていうのは、ルート x 分の1だと。で、ログ x は微分すると x 分の1ですね。まあ、こうなりますと。で、こっから、まあ、これちょっと通分しちゃいましょうか。まとめたら綺麗だね。x に通分をすると、これ、分母と分子、両方にルート x をかけることによって、x 分のルート x になるから、ルート x、マイナス1と、これで f'x が完了しました。でですね、このまま言葉で処理することはできるんですけど、まあ、ずっと増減表、せっかくね、書いてきたので、ここも増減表で、書いていこうかと思います。まあ、無理に書く必要はないんですけど、苦手な方は多分ね、増減表書いた方がわかりやすいので、x、プライムで、下が fx と。で、元々がですね、1より大きいところしか考えていないので、まず1からスタートします。で、ここね、f'x。これをずっとよく、これね、0っていう風になるときに考えてきたじゃないですか。で、実はこれ0になるときっていうのがですね、1なんですよね。これ考えると。1になります。分子を考えると、ルート1にすれば、1-1 で0になるんでね。ってことは、まあ、このときね、f'x0 になりますが、元々範囲に入ってないんでね。まあ、一応増減角度したら一応書いておきましょう。で、右側には何もありません。点点点しか。こういう増減表。で、f'x1 より、x が1より大きい時に、プラスなのかマイナスなのかっていうところがまず大事。で、結論から言うと、これはプラスですね。1の時には0になるけど、ルート2、ルート3と大きくなれば分子はプラスです。分母は当然プラスだからね。ってことはプラスになりますと。ってことは fx は増加しますということがわかりました。で、もう一個大事なのが、ここです。x が1の時、まあ f1 ですね。これを入れてみましょう。fx の x に1を入れると、2ルート1、2ですね。で、マイナスログ1は0なんで、結局2になるんですよ。ここ。2。で、これで、実は終わりです。終わり。なぜかっていうと、今ですね、言いたかったのは、この fx。っていう関数が、1より大きいところ。x が1より大きいところで、正になることを言いたかったんですよね。一応まず書いておきましょうか。これね。これを言いたかったわけ。ってことは、今見てみると、これ、1の時に fx は2です。まあ正ですね。プラスの値を取っておりますと。そっから、ずーっと増加している。減少しないんです。
増加してるってことは当然負になるタイミングはないですよね。だからこれによって増減を変えたことによって範囲書き忘れた。x ダイナリー1の時 fx は正であることが言えましたと書いてるよね。言えたと。ってことはこれが正なので、まあ、まとめちゃいましょう。よって、もともと言いたかった2ルート x。まあ、これが正なんでね。マイナス log x 右辺に持っていけば、こうなって、log x で終了ですよ、という感じ。ちょ、これね、答えに回答欄書いたらまずいので消しておきましょう。こんな感じで、やってみてください。では2番ですね。まあ、同じです。作戦としては。今度は x が0より大きい時に、これを証明したいと。まあ、置いていきましょう。で、fx。で、さっきも言ったように、口が開いた方、つまり、大きい方から小さい方を引いたので置いてください。今は右に口が開いてます。だから、e分の x、マイナス log x で置いていきます。fx をね。で、置きました。じゃあ、微分していきましょう。ということで、微分します。f'x。ちょっとごめん、揺れるね。で、e 分の x は、まあ、e はね、定数なので、x が微分されて e 分の1が残りますと。で、こっちが、log x はね、微分すると x 分の1ですと。じゃあ、ここでですね、下はね、ちょっと増減書きたいので、こっちでいいですか。プライム x イコール0を求めていきましょう。ちょっとこっちに飛ばしますね。ってことは、これイコール0なんですよ。で、これイコール0って、まぁ、ちょっと整理すると、e 分の1イコール x 分の1なんだよね。これ何かっていうと、x イコール1、e しかありえないっていう。こうです。ここに e 入れたら e 分の1と e 分の1で同じになるからね。ってことで、x イコール e の時に成り立つことが分かりました。じゃあ、増減表を書いていきましょうということで、x。で、あと、プライムと、fx ですね。で、今回は0スタートです。だから0から、ここから始めて、さっきはなかったんですけど、今、e がね、途中に入ってくるので、こう。こうなります。で、e の時に、プライムが0になりますと。じゃあ書いていきましょう。じゃあ、プライム、あと e の右側と左側。で、f'x が正か負か考えていきたいんですけど、これですね、こっちなんだ。e より大きい時。大きい時っていうのはここですよね。x 変わるのはここなので、ここが大きくなるってことは、分母が大きくなるってことですよね。分母が大きくなるってことは、値としては小さくなります。2分の1、3分の1、4分の1、100分の1ってどんどん値としては小さくなるので、負の数が小さくなるから、こっちはプラスです。で、こっちは逆ね。分母が小さくなるってことは、値として負の値がでかくなってしまうので、こっちはマイナスになります。で、ことは、こう下がってきて、増加で上っていくわけですよ。で、大事なのはここです。ここ、今回は。x が e の時、fx いくつか入れてみましょう。ここです。e と e を入れると、e 分の e で1ですね。log e も1なんで、1マイナス1だから、ここ0になります。0。で、今、まあ、増減表を書き終わったので、何が分かったかっていうと、これ、一応書いとこうか。x イコール e の時に、これは全部確認したか最小値だね。よいしょ。最小値0を取ることが分かったわけよ。これによってね。一番下が0ですよって、この0より大きいと、x が0より大きいとこで考えた時に。で、今、結局、この x が0より大きい範囲で、こいつ、fx が、今は何が言いたいかっていうと、これを示したいの。さっきイコールなかったからね、イコール除きましたけど、今回イコールが入ってるので、ダイナリーイコール0を言いたいと。つまり、0以上になってほしいと。で、今確認したら、グラフを書いては書いてないけど、増減表を書いたことによって、一番低いところ、一番小さい値は0しか取りませんよってことが分かったので、今、fx は、ダイナリーイコール0ってことが分かりました。最0は取るからね。イコール入っちゃう。入っちゃうと入っていいんだけどさ。こうなる。よって、こうなった。あ、待って。また範囲書いてねえや。ちょっとタオル。あー、いけねえ。ここが範囲書いておきたいね。よいしょ。x が、ダイナリー0。
の時に fx がダイナリーイコール0と。で、よって、つまり、これが成り立ったってことなんで、ログ x を右辺に持っていきましょうと。で、まあ一応ね、これを示して、証明しろって言われてるので、それに合わせて、ログ x 小なりイコール e 分の x と。なって、これで終了となります。まずいんで消しておきましょう。ということで、まあ両方ともね、やってることはすごくシンプルで作成も同じなんですが、まあ増減、最初途中でもね、話しましたけど、別に増減表を書く必要はないんです。言葉です。落とすことはできるんですけど、まあ増減表を書いてやった方が苦手な方はシンプルかなと思いますので、ぜひね、こんな感じでやってみてください。では今回はね、数三の微分の不等式への応用丸1をお送りしました。今回の授業はこの辺で終わります。以上です。ありがとうございました。